はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。青鬼 X、 ちょっと久々に通勤をやっていきたいと思います。ちょっとね、正社員になっちゃったからね、時間がなかなか取れなくて実況上げれてないんですけど、お肉美墓地に行ったぐらいだったっけ。なんか暗いところさまよってたところからだったよね。これこっちだった。なんかそう、井戸の中には汚いガラクタがたくさん詰まっている。もう使えるものなそうだ。どっちから来たっけ。下に行きゃいいんだ。わっつー、これあれかな、ちょっとセーブポイントの関係上かな、もしかして。セーブポイントの関係でもう一回やってる、ひょっとして。可能性がある。前なんか逃げた気がする。どうだったっけ。こっちまだ用事あんのか。もうないのかな、用事。こっちにはこっちはもう全部取ったのかな。これ一番奥かな、今のところが。だとしたらもう何にもないよね。うん、なんか一番奥っぽいね。うん、もうないで、穴がなぜか消えてるけど、まあそれは置いといて、うん、なんかこの辺探った気するもんね。なんか青に出てきたとことか、青に出てくるためだけの空間とかあったもんね。ここだっけ。そうだそうだ、そんなのがあった。なんかだんだん思い出してきたぞ。え、結局アイテム何持ってんの。綺麗なろうそくとマッチとろうそく立て。じゃあなんかろうそく立てに行ったな、そういや。うん、そんな気がする。こっちの方だったっけ。こっちの方にろうそくが確かあった気がすんだよな。どこだ。ああ、これだこれだ。これでろうそく立て墓石にセットした。で一本ないからろうそくを立てる、火をつける。で火をつけた煙があの墓石の方に流れて、風が通っているということでしょうか。動かせる、中が入る。こんなところに地下通路が、きっと拓郎のいるあの施設につながっているわ。行きましょう。ここで多分ここぐらいまでは行ってた気がする。前回多分セーブ忘れだな、あの切った時の。うん、まあいいや、とりあえず思い出したから。はい、あ、猫いたな。そうだ、ポンちゃんいたわ。ニャーでポンちゃんがなんかあれだよね、ポンちゃんどっか行っちゃうんだよね。ここでセーブしとけって話なんだよな、本当に。オッケー、じゃあこっからが多分初見だよね。うん、多分そのはず。めっちゃボックス、たけしボックスあるね。たけしロッカーかな。暗いな今回マジで。これ何、電力板らしいものがある。これを作動させれば電力が供給されそうですね。うん、なんで動いてないんだろう。ヒューズが飛んでいるようです。予備がないか探してみましょう。ヒューズを探すと。これは非常発射ボタンと書かれている大きなボタンがある。押しますか。いや、やめとこう。非常発射ボタン、やめとこう。何かの実験装置のようだ。この辺の急勾配になっていても登れそうにない。なんだろう、上の方には何か大きなものがあるみたいね。うん、ちょっと非常発射ボタンはね、ちょっとしばらく散策してからにしよう。なんか変なところに変なもん発射されたら困るね。なんかまだ下にいてんのか。これは作業員の日記じゃない。ないね。これもこれ、あーあ
なるほど、こっちも。ちょっと真っ暗で何も見えないわね。電気を通しから来てみましょう。あ、入れないのね。うん。広いな、本当に。めっちゃいろいろあんじゃん。で、なんだよ、これ、もう。半分ソファーに埋もれてるぞ。広し。で、これは？これも何もない？マジで何にも、あれだな。ろくなもんねえな。やばいやばいやばい。どこどこどこ、ああ、こっちか。無理だ、無理だ、無理だわ、こんなの。無理に決まってんだろ。まあ、とりあえず、あんまりね、特に何もなさげな感じだから、セーブしてから、セーブしてから押してみよう。セーブしてから、押す。何も起きない。何も起きないのかよ。電気が通っていないようですね。いきなり押さない。間違いない。間違いないわ、うん。いきなり押しちゃダメだな。下に通路があったね。これだ。自動ドアのようですが、電気が通っていないようですね。すごく暗いもので、どこか電気を通せないかしら。いや、マジでヒューズねえんだけど。あ、ここ、下、まだあるな。オッケーオッケー。で、ここのどこかにヒューズがあるのだろうか。あ、ポンちゃん！にゃー。捕まえてみますか？無理やり捕まえてみる、とりあえず。ギニャー！ポンちゃん逃げてしまった。あー、ポンちゃん！見られてしまいましたね。ちゃんと無事外に出られるといいけど。捕まえれないんかい。自動ドアなんですが、電気が。いない。こっちはこのマーク見たことあるね。これ脱出用のボートかなんかじゃないの。これこの船はまだ使えそうですね。水路が奥に続いているみたいだけど、嫌な予感がするわ。タクロのいる方につながっているかもしれません。行ってみましょう。行っちゃうのね。青鬼に追われてるとき、ここ来たら逃げられるのかな。何？やばいやばい。残り時間。閉める。おぉ。ああ、オッケーオッケーオッケー。なるほどね。よかったよかった。気づいて。ああ、そういう感じね。特にコメントはなしね。これは何か落ちている。ヒューズを手に入れたらいいね。開けたらまたいるとかやめてよ。開ける。なんかこのマークよく見るな。もう数えるとかやめてよ。この辺も特に何もないね。よし。あ、もう乗れば動くようになったよね。よし。で、こっちは何もないんだよね。ヒューズ手に入れたから、セーブして、とりあえず。新しくセーブした方がいいよね、多分。あれだから、ポンちゃん無理やり捕まえようとしたから。やばい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 、普通にやばい。よし。はあ、やばかった。危なかった。オッケー。ちょっと待ってよ。電気どこだったっけ。電気上だっけ。なんかめっちゃ逃げてきたから、もうどこがどこだか分かってない。ヒューズどこでいるんだ。こっちだったっけか。これかな？ヒューズ。ヒューズをつける。お、
着いた。明るくなったね。自動ドアも動いたかもしれません。いろいろなところを調べてみましょう。の上で、非常発車ボタン、まあ、自動ドアとか見てからにしよう。その方がいい。自動ドアをちゃんと調べてから行きましょう。広っ。ここはあんまり明るくねえな。何もない。こっちはジュース買えないね。これは、1時10分だけど、なんか4がこれ貼ってあるよね、どう見ても。なんかこれ気になるな。メモっといた方がいいよな、多分。どうメモっときゃいいのこれ。1時10分で、まあ4がシールになってるっていう状態のことを覚えときゃあと大丈夫かな。まあ時計の針は止まっている。ああ、明らかに怪しい青いロッカーがあるね。鍵かかってそうだけど、こっちもロッカーなの、ひょっとして。すごいね。このロッカーだけ鍵がかかっているということで、まあ何か鍵がいるんだろうな。なんかあれだわ、嫌な色が見えたからセーブしとくわ。よし。すごいね、もうなんか壺、超巨大な壺。これは何かスイッチのようだ。ボタンが一つ欠けているようです。なんか多分赤い四角のボタンがいるんだろうな。そしたらこれが開くと。じゃあこっちはまだ置いといて、そろそろ出そうだな。左にもあったよね、通路。この棚だけ今にも壊れそうだ。何も持ってないから無理か。またバールとか出てくんのかな。うん？素手じゃ無理なのか。こんなもんかな、こっちは。椅子とか触れないよね。無理だよね。あとどこ？右か。ここは竹棒で。青銭見ようか、とりあえず落ち着こう。よし、青銭 OK で、これは見れるのか？ここは、この間入れないの？この間は入れないのか？あの書類たちには手が届かないと。どういうことだ？青銭のためだけの部屋これ、ひょっとして。マジか。裏とかにもない。青銭のためだけの部屋か。なんかバールとかあるのかなと思ったのに。こっちはもう終わり。あとどれだろう。これ押すっちゃないか。いい、押すよ。押すよ。なんか降ってきたよ。びっくりした。あんなのがぶつかったらどんなものでも粉々でしょうね。そうだろうな。どこ行った？あれ。結局何だったんだよ今の。何度でも降ってくる非常発射ボタン。
どうしようもない青鬼が出てきたらあれで何とかしろってことかな。あ、こっちまだか。ここまでだったか。何かの部品。これ金庫だな。あそこに何か書いてあるけど読めないな、これ。下は行ったよね。下は行ったね。右何もなかったっけ。あ、でで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 。で、非常発射ボタン使おうと思ったらあれだ、使えなかった。とりあえずこの部品を入れに行こう。この部品がどこだっけ。右に行ったら絶対鬼出てくるんだよな、そこ。どこだったっけか。なんか広すぎて分かんなくなってる。右だっけ。ここ、あ、こうだ、こうだ。セーブして、部品はめる。スイッチの部品だったようですね。どこのボタンを、どのボタンを押しましょうか。これはちょっと考えてからの方がいいよな。秒も即死する可能性しかない。まあでも青鬼感あるから、青鬼だから青にしてみるか。青は丸だったよね今。青は丸でしょ。丸ボタン押す。あー、一個じゃダメか多分。ん？1時10分で四角4だったよな。四角を4回押す。赤を4回。え？え、え、じゃあ1個目丸は正解だったのか。うん、違うっぽいからちょっとやめとこう。これだよね。1と2は丸ってことかな。1と2が丸で4が四角。じゃあ三角は、三角は押さないのか。もうだから数字のさ、秒針と、秒針じゃない秒針じゃない、地震と風震、風震じゃない、分震、もう分かんなくなっていたが丸なのと、四角のとこが4が四角で、なんかこれシールなのか印なのか分かんないけどさ、なってんの多分関係あるよね。何なんだろう。丸、丸、三角、四角、開いたわ三はもう三角って意味なのかな。もうなんかわかんないな。バールを手に入れた。これであっちの食器棚ぶっ壊せるね。よし、食器棚を壊しに行こう。出てきた、出て、出た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 よ、出たよ、出たよ。あー、あー、ミスった、もう。やべえ。まあ、時間いい感じだから、こっから時間にしよっか。とりあえず、まあ、次回バールで初期棚ぶっ壊していきたいと思います。タクローまではまだまだね。
察しが長そうですね。はい、この動画気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。僕を探す